共同親権になることで、うん、離婚しても今って一人親って言葉が一人歩きしてると思うんですけれども、うんうんうん、実際子供にとって二人であることは変わらない、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。令和の虎の志願者の柴橋さんがやってきたということで、お久しぶりです。お久しぶりです。なんか告知したいことがあったんですか？いや、それもあったんですが、林社長とぜひ対談をしたいなと思いもあった中、ノンタイトルさんの YouTube を拝見した時に、あの志願者遠慮しないで声かけてきてくださいっていう発言をされてたのを、私はちょっと見逃すわけにいかず、さすがですね。それで唯一声かけてきました。あ、本当ですか？あ、よかったです。ありがとうございます。全然 OK です。あ、嬉しいです。ありがとうございます。どんなお話をしたいですか今日は？今日はですね、ちょっといろいろお話ししたい中、私たちは離婚した後も両親が子育てに関わる共同養育っていうのをサポートをして融資いただいたんですけれども、そんな中まさに今今週、12月19日法律が変わろうとしていて、離婚後の親の親権、今って日本って単独親権なんですけれども、そこが共同でも持つようにできるような法改正の要項案の案みたいなところが出てきたというタイミングに、なんかニュース見ました、ご覧になられましたか？そこでこうぜひ、林社長がその親権問題だとか離婚後のこの養育のことをどのように考えてらっしゃるのか、令和の虎ではなかなかお時間がなかったのでお聞きしたいなと思って今日やってまいりました。なるほどね、なかなか難しい問題ですよね。実際周りにもお子さんと会えてなかったりだとか、みたいな方いらっしゃる？僕の周りにあんまいないですかね。結構多いんですか？あ、そうですね、ご相談に、そういう方が相談来ますからねそうなんですよね、最近だとフローレンスの駒崎さん VS 田畑さん、田畑慎太郎さんのツイッターのバトルとか軽く拝見させていただいて、今の法律がどう問題でどうあるべきだっていうのはなんか軽くは把握してるんですけど、まさに先日もちょっと某番組で駒崎さんと対談をさせていただいたりもしたんですが、やはりこう単独ですと離婚した後、仲の悪い夫婦がある程度関わりをなく子どものことを行使、権利行使ができるのが今までだったんですが、共同親権になると子どもの大事なこと、例えば医療でしたり、そういったことをちゃんと両方が関わって決めていかなきゃいけないっていうことで、それって当然だよねって思われている方もいらっしゃれば、いや、そんな相手と関わりたくないって思いがある方、そこが両極にあって、賛成派、反対派っていうのがあるという段階になっています。柴橋さんはどんなお考えなんですか？私はですね、間に入って法律はもちろん大事なんですけれども、両親が関わることは大事だと。共同親権になることで、離婚しても今って一人親って言葉が一人歩きしてると思うんですけれども、実際子供にとって二人であることは変わらない、世の中の固定観念が払拭するっていうメリットが一番あるのと、あとやはり親権どうしても欲しいけど円満に別れたいけれど別れられないって方においても、共同親権選べるっていうのは一つメリット。今って片方しか親権取れないから、どうしてもお互い欲しい、離婚してもいいんだけど別れられないっていう方も一方でいらっしゃる。なるほどね。もう一つやっぱり大事なのは、離婚した後にもどんどん新しい女性の方に行ってしまったり、子供に養育費払わなかったり、親の責任をなくなってしまうような方に対しても、こう抑止効果があるのかなって思いで、原則共同、ちょっとやり取りが難しいだとか過度な DV みたいな部分、そこはこうきちんと積み分けて考えていかなきゃいけないですけども、そこはきちんと精査した上で例外というもので単独という、この法案がそのように進んでいるんですが、じゃあ改善されるという考えですね。はい、という考えになります。林社長はどのように？そう思います。そう思いますありがとうございます。同意のお言葉いただきました。ありがとうございます。柴橋さんはどんなサービスというか、どんなお困りの人を助けたいというか、柴橋さん問い合わせ方どんな人が対象なんですか？そうですね、まず2パターンあります。子供に会えない方、そして会わせたくないという夫婦関係が非常に悪い方が一つで、もう一つは、円満に別れたいんだけど話し合い方がわからないというような方、両方をたくさんご相談いただいていますね。それで相談料いただいているわけですね。そうですね、ご相談料、サポート料などをいただいて、それで生活してるんですね。そうですね、細々と生活させていただいております。どうですか、令和の虎で反響ありました？いや、非常にありまして。あ、そうですか。本当にありがたいことに、ご相談者はもとより一緒に活動したい、一緒に何か役に立ちたいからってことで、我々の仲間になってスタッフになってくださった方が3名ほど志願してくださって、採用にもつながったんですね。そうですね、コメント欄は賛否あるという中、それもこう世論をこう抽出されているというか、心配な方のご意見も分かりましたし、我々にとっても非常に有意義な時間で、本当にありがとうございます。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。
これから FC 本部を作りたい人、今 FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、